はい、こんにちは。まーちゃんねるまはるです。はい、今日はこちらで遊んでいきましょう。ゾイドワイルドのガブリゲーターです。はい、そんなわけでね、最近ゾイドワールドにハマっている我々なんですけれども、うん、このガブリゲーターは去年出てたやつかな。そうだね、うん、四天王の一人ですね。そうだね、うん、すっごいでっかい顎が特徴なワニのゾイドワールドですね。じゃあ早速作っていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらがガブリゲーターですね。今回ちょっとね、時間がなくてパパ一人で作ったんだけど、うん、墨入れもまた済ませてあります。あ、かっこいいじゃん。ね、結構いいよね、うんうん、この濃い青色がいかにも悪っぽいというか、デスメタルな感じするね。そうだね、うん、かっちょいい。お、ここにもジェットキャップついてんだ。そうそうそう。で、ここにライダーが乗ってるね。そうだね、そうだね、そんな感じですね。じゃあ実際動かしてみようか。はい、はい、ではこのお尻あたりにスイッチがあるので、これ押してみてください。はい、起動コツをオン。はい、おお、ワニっぽいよね、これ。ワニっぽい、めっちゃいい動き。尻尾もワニっぽい。尻尾ちゃんとね、こうやってフリーフリーさせてる。すげえワニっぽい。いいよね、うん、で、このガブリゲーターのデスブラストなんだけど、うん、一応箱にはワイルドブラストって書いてあるんだけど、デスメタル軍だからデスブラストだと思うんだけどさ、うん、で、これはこの体全体を前に引っ張り出します。一番前まで引っ張り出さないといけないのね、うん、そうするとこれ、うわうわうわ、こんな口が開くんだね。あ、すごいすごいすごいよね。この必殺技がなんて言うんだっけ、顎関節地獄神。まあ、まさにそんな感じだよね、これね、うん、すごいよね、関節やばい。じゃあこの状態でスイッチを押してみましょう、はい、オン。おお、すげえ。ちゃんとちょっとこれすごいね。ちゃんとカミカミする。うわ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 。これはやばいやばい。これはすごいわ。ちゃんと動くところがいいね、顎までね。うわ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 。しかもこれちゃんと前に進んでっからね。ナイス。ナイス。お前の来ることは分かっていたの。しかもお前の攻略法も分かっているんだ。何？まずお前の目をくらます。なんだこれ、霧か。あれ、見えない。ははは、このまま水の中へ引きずり込む。うわぁ、水の中だと私はスペイドプシー。ははは、今だ、デスブラスト、顎関節地獄神。うわやはり水の中では私は最強だ。油断者だ、ワイルドライダー。嫌だ。ん？何？ワイルドブラスト。四天王望むところだ。はい、ということで今回はゾイドワイルドのガブリゲーターでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それで今回のおすすめ動画はいつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録、看板の中上がりからよろしく。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。